ありがとうございますひょっよっとやばいさっきまでね なんか本当に知らん間に寝てしまっていて <laughs> まあ言っても15分ぐらいなんですけど <laughs> なんか起きたらもう配信の5分前とかでめっちゃびっくりして準備しましたおはよう皆さんあの今お帰り中かしらお疲れ様ですあの来てくれてる。 ってくれてた人今日は本当に楽しかった「新一ありがとう一番」というかいた,だいた花束をさ持って帰ってきたんだけどねありがとうなんかいい方法ないかなあ<う>やんありがとうございました。 だいぶ楽しかった大将さんライブ楽しめたかなでめっちゃ楽しかったですほんとにたくさんの方が来てくれていてとても嬉しかったですありがとうございました新曲そう今日初めてね新曲歌えまして大平さんが作ってくれた作詞は 今度は私がさせていただいた曲ですそうなの嬉しいことに今日披露することができましたちょっとこの急にテカりを抑える猫、ね、さんえー、かりたん万太郎さんありがとうございます マンロウさんありがとうね嬉しい最高のライブでしたって嬉しいなカルビさん秀幸さんありがとう本当にありがとうございますたくさんノブさんベクポワさんにカンちゃんユッキーさん秀幸さんお疲れありがとうありがとうもありがとうございます ひひろさんポップマスターさんその先に君がいたさんありがとうねお三山東さんありがとうザッキーさんに大工さんありがとうございますはなちゃんありがとうございます 増やしとか。コ、えー、ロポ、お疲れ様楽しめたかなーって本当に楽しかったです。温かいライブでした。え日本大ピンチワールドカップですか？ポップマスターさん、今日やってるんだよね日本。

レれぴーうれぴーキラさんありがとうございますあ、ユキさんね、ユキですって言ってくれてありがとうございました通称も言ってくれてた虹色さんありがとうございますトゲありがとうございますライブ楽しかった、すごかった、感動してめっちゃ言ってくれてるありがとう嬉しい 楽しかったわとってもバンクーバーさんありがとうございますロッピーさんありがとうユッキーさんプチありがとうございますストリートくんお疲れありがとうコウジさんノリさんシロクマさんありがとうございますナオさんニーサーさんプチありがとうございますあっ5周年カード あのみんな受け取ってくれましたかね今日来てくれた方メッセージカードを書いてたんですけどめっちゃここだけの話していいみんなここだけの話を <laughs> あの今日5周年カードをあれお渡ししたと思うけど本当はね今日皆さんに5周年記念ステッカーを 用意,してて用意してたんよ。ええけどねいろいろなねちょっと問題があって今日ていうかそれがお渡しできなくなったのよ。それがね今日の朝分かってね朝そうそうそう来て分かってっどうしようってなって急遽ねうん今日来てから。 みんなの文ちょっとメッセージカード書こうと思ってメッセージカード書かしてもらったやつなんですよあのー、ステッカーはお,きお蔵入りになるのかしらだから「今日の気持ち」を書いた私の字ですあれは <laughs> よかったわ間に合って。 若いさんありがとうございますローマ字ヌヨシさんありがとうあ、ぜいぜいです楽しかったのでめちゃくちゃ楽しい楽しいままこうルンルンで帰ってきて寝てしまっておりましたちょっと先にオトモタイムしようかな今日の頭はなんかちょっとそれっぽいのはなかったんですけどこの ヨーグルトラッシュクレープマスカット飲みたいと思いますご周年記念でもう乾杯しちゃおうダモコさんありがとうねあのステッカーどこかで渡してきたらいいのになだからまた。 みんなに、渡したら、渡せるステッカーが、できるといいなどうしようかなうん、ということで、皆様、今日は今日も一日お疲れ様でした そして5周年ライブ来てくださった皆さんありがとうございます竹山5周年ありがとう乾杯うあーあーように聞いとる炭酸がように聞いとる美味しいおーヨーグルトの味が デメキンさんいらっしゃいありがとうございますあ、クリスマスねそうなのちょっとやりたいんですけどねできるかわかんなくてはい、そうなのよ ムーさんいらっしゃいありがとう清水さんありがとうございます恋ぽんさんおおもらってくれたか5周年カードあお花はい持って帰れましためっちゃもうめっちゃすごいフラスターありがとうございますびっくりよあのこっち来てってねマネージャーさんに言われてで何なにって言ったらね本当にびっくりするぐらい大きいフラスターもらって 幸せ者だわおのぶさんワールドカップ中でうさんありがとうえ今真っ只中なのかなもしかしてあえなさんえなるーのねえなさんせありがとうございますちょっと遠いけどいつか愛媛のライブも行きたいですってあありがとうございますあの東京でもたくさんねライブできるようにでも愛媛もすごくあの 良いところなのでよかったら来てほしいなおっ天父さん電波悪めですかありがとう今日は来てくれてて嬉しいなありがとう秀行さんお疲れにありがとういただいとるありがとうユッキーさんカンちゃん入れとったかなくしゃみ出ちゃったキラーさんあ言ったか ケケーーキキ食べたよケーキもうめちゃくちゃゃく量あってねでもあのスタッフさんたちとみんなで分けて食べましためっちゃおいしかったあのいつも畑田さんのケーキはフルーツがいっぱいのってるから本当に美味しいおしかったユキサプチありがとうストリートくんお疲れありがとうコウジさんにシロクマさんありがとうございました ダマコありがとうダマコエイジーさんのんびりしたえねえさんあ今帰ってるのかおお、お疲れ様気をつけてねありがとう今日は祝日の中おアスポンありがとうございますとっても楽しかったタカヒロさんいらっしゃいおケンスケありがとうひらがなのカズさん 秀さんもありがとうございます「集合写真大迫力ですね」っておおねあれ後ろから撮ってもらった写真すごいですねあれあとね「デストロイデー」のパンクロックのこれ私がこれしてたんですけどそれをみんながめっちゃ真似してくれとって写真見返したらめっちゃ嬉しかったこれケンジダモコウさんあさみさんありがとう 賢者花束ありがとうございます。兄さんさんありがとうございます。賢者お弁タバコありがとう。大文字の賢さんお空ちゃんお空ちゃん。おんおだまこありがとう。感想を待ってる。ローマ字のよしさんだるまれんのゃん。 あ、これ読めたとかもしかしてヨシさんレイさん、コエポンさん、あ、ムラピーさん、ありがとうございます。嬉しい。さ <laughs> とシさん、あれめちゃくちゃ面白かったな、あのペンライト。あの全然違う色に変わってて,って。そうなのよ。めっちゃ面白かった。おおら、虹ありがとうございます。どなただろう 若いさんありがとうあ、シュムコップさんありがとうございますおさピーさんありがとうおーお玉子気をつけてねありがとうね大文字のケンさんありがとうございます兄さんありがとう東京からですが、ね、ありがとうございますひとみさんこちらこそ会えて嬉しかったです おひつりさん、ぶーちゃん、ありがとうございます。またライブするので、よかったら会いに来てね。スエさん、プチ、ありがとうございます。アコースティックならではのきらめく歌声、素晴らしい。おーありがとうございます。ほんと、<laughs> DVD になったら買いたいって言ってくれた。<laughs> わっ、コロボ、今日ね、めっちゃ降っちゃったみたい。私あの昼前からずっとね あのスタジオいたから外は出てないんだけどねでも結構降ってたみたいでも止んでる瞬間あったのかな帰る時は止んでたんですけどねでしかも私行き帰りはずっとねなんか晴れてたんですけど多分私がスタジオにいる間はずっと降ってたのかな「街道線五郎さん」 坂ピーさん、ありがとう。あ、生子、手袋使ってな。<laughs> 大将さん、セミ、ありがとうございます。わ、ありがとうございます。わ、D. V. D. や動画、今日のですよね。出したいのですけれども。そうなんですよ。ようちゃん、ありがとうございます。お疲れ様。 カムちゃんありがとうございます荒野は見にえっとえっとそれなだけ渡らせ橋だっけええー、何木が折れて倒れたの大丈夫だったえっそれニュースになっとったやろはるかさんありがとうオカムさんそうやろいただきました今日綺麗なお花大将さん沼津さんお疲れ ありがとう、マサさんカルピスのあ美味しいやつちんちゃいエール、バタコさんカウントありがとうございます、ヤマピーありがとう、5周年だったよ、あ野菜炒めさんありがとうございます、ヤマピー花束、ありがとう、大工さん お疲れさまです。ありがとうね。今、帰り中間の大工さん。おさぴーさん、お疲れ。ありがとうね。わ、ま、ささん、めっちゃ楽しかったよ。また来てほしいわい。ザッキーさん、ありがとうございます。嬉しいわ。おりゅうさん。あれ、りゅうさん言ったか、これ。ありがとう。 清水さんありがとうございますねめっちゃ前で見てくれてありがとうございますそうなんよムーさんありがとうこんばんは大文字の健さんありがとうございますご周年カード受け取ってくれたかいもみしぼうさんプチありがとう こんなにも心を突き動かされるアーティストは竹山だけです。あ、ありがとう、ひなおちゃん、これからもよろしくね。こちらこそ、よろしくお願いします。うれぴあ。しらぬいさん、ありがとうございます。ありがとう。今日は心にしみ。あら、嬉しい。来てくださって、ありがとうございます。 ウランさん、デメキンさんありがとうございますステッカーのハートハートのシール付きあ、それはあれやないステッカー何種類か買ってもらっステッカーというかあのあれかメモ書きのメモ書きじゃないメッセージカード何種類か買ってもらっててその中の一種類がハートの ややつやったかなおっ浩司さんありがとうございますあありがとうこちらこそ今日初めて会場に入れたって言ってくれたらそうなのよおうわでも ありがとう、ね、嬉しい。あ大文字のテストさんのんちさんありがとう。フジさん2週とカウントありがとうね。えいじさん2週とカウントありがとうございます。今日は早めに休んでねって。 ありがとう、もう終わったら今日はもうもうすこって寝れそうほんとにあ全然全然あすいませんありがとうございます書いてる間はねすごく幸せでしたよメッセージカードなんか書いてるたびにうわこんなに来てくれるのかってなんかねしみじみとねなんか嬉しくなってね 書いててる間は本当に感謝を込めて書かせていたただきましたあの絵文字多めに <laughs> なんか可愛くできないかなと思ってさなんかいろんな絵文字つけとんやけどいろんなメッセージカードにアンパンマンも入れてたりとか何だっけみかんのなんかみかんこちゃんみたいな書いたりとかちょっと遊んでますけど。<laughs> ギウさんありがとうございます乾杯乾杯ってみんな乾杯お,おひつりさん本当ありがとう新曲嬉しい秋山さんありがとうね 猫王朝さんだ。ありがとう。ローマ字のまささん、こんばんは。ありがとうございます。フジモンさん、花束、パ、さッありがとうございます。あら、10コマ。マナミナチャケナンさん、ありがとうございます。あ、のりたまプチと、フラスタのデザインはマミちゃんが考えてくれたの。ありがとう。めっちゃすごい、あれ。階段になってて。で。 パネル、メッセージパネルもそこの階段の先に置いてくれててすごく感動しましたびっくりしたあひな,ひなずきよしっこ <laughs> ただ感謝の気持ち伝えようたわワンガンさんありがとうございます仕事続いてるのであお疲れ様ですファイトお仕事フジモンさん あーお疲れ10個もありがとうあら嬉しいお疲れ10個のりたまあ,ありがとうございます肉まんいただいたわみむちんさん、いらっしゃいわひでゆきさん全然ですありがとうほぼ古ですありがとう 嬉しい。昨日は、今夜はライブの余韻に浸りますって言ってくれてる。ゆきーさんセミ、ありがとうゆきーさん。きらさんありがとうね。今日は早く早く寝ます。のりたまさんいらっしゃい。もめしわさんカウントありがとうございます。稲わちゃんの作詞した歌詞心に響きました。あ、ありがとうございます。 今日はね、メンバーのハルぽんもね来てくれててねであの、この曲はねメンバーに聴いてほしいなってちょっと思っててだからその一番にハルぽんにも聴いてもらえて嬉しかったしみんなにもあの、今日今日このライブで歌いたいなって思ってたからその6月7月とかでこう。 書いてときから思っててよかったわあっ村ちんありがとう今日はありがとう嬉しいわげんさん尊いありがとうございますあ花束もありがとう花束若いさんプチありがとうございます電波悪いみたい成田からスカイライナーできたくなおですってあら電波悪い あら、さっきもなんか電波悪い方が。ありがとう、言ってよかったって。嬉しい。マサさん、プチ。ありがとうございます。お仕事、お疲れ様。明日は休み。ゆっくりしてね。よしんとンかずしさん、いらっしゃい。おひつりさん、プチ。ありがとうございます。あ、そう、今日は清掃で。とても清掃でしたね、今日。ありがとう。東京でお待ちしておりますって。あれもう東京 東京にいる今おひつりさんあローマ字のマサさん嬉しいありがとうございます嬉しいなほんとにお大工さんもありがとうございます嬉しい新曲ヨッピーさんふるありがとうヨッピーさん今日もありがとうございますトロッケルさんプチありがとうマサ,サティワーさんって岩井さんありがとうございます お、さとしさんカウントありがとうございますわーありがとう最前列でね見てくれて嬉しいあ、コンドルさんホテル戻ってきたお疲れ様ありがとう今日はのりたま花束ありがとう秀でさんリンボースター たくさんありがとうございます。わあ嬉しいね。アンアンドアンヌさん、わあ今日はありがとう来てくれて。わあ嬉しいな。ソロ初生ひなほ。そうですね。愛媛初です本当に。嬉しい。アムマさんいらっしゃい。若いさん。 にじありがとうにじーしいひらさんお疲れありがとうございますしんじさんこんばんはありがとうしんじさんむらちいせありがとうございます石槌おーパーキングで、ね、ありがとうあ石槌のとこいるんだ今そうかいそうかいのぶさんふるありがとうのぶさんあら嬉しい今日も あ、肉まんもくれてるありがとう肉まんもえっルクモリさんマジかごめんよ忘れとったんかあのファンルームに書くのすみませんねプチと10時半の告知ほんとだ忘れてたのかなすんまへんなんかほんとに夢の中で私 10時半で告知したような気がする <laughs> 今思えば <laughs> ちゃんと告知できとったかな私それすらもなんか不安になってきたぞ奈おちゃんウクレレはどのくらい練習してウクレレですかあのでもね、うん、とちょっと前にお借りしてウクレレはあの今日のギターのかいちゃんが貸してくれてたウクレレなのでそれをちょっと数日間お借りして。 ちょっっと頑張って練習して今日を迎えたんですけどあの練習よりかはあ,の <laughs> あれでうまくいきました <laughs> 本番があれまだ一番マシやった <laughs> ウクレレ <laughs> ちょっとねウクレレ弾いたらあの曲は雰囲気いいよねみたいなちょっとねみんなで話してて。 ちょっと前奏だけでも頑張ろうかってなってたんですけど大将さんフルありがとうございます日本戦のためお供お店があそうか日本戦やもんね盛り上がってるねお仕事ファイトですローマ字のマサさんもフルありがとうハートありがとうございますミオナさんバラありがとう ローマ字のマサさんパラありがとうドラギツネさんいらっしゃいありがとう <laughs> コロボ <laughs> あ雨がたくさん降ったみたいって言って若いは睨んだなってコロボーでもちゃんとあれですよ 降ってない時もあったから交渉ありがとうございますなんかこう移動内は降ってなかったんよ本当にあわ私の <laughs> あれ本当清水さん家からスタジオまで雨に濡れず行けたよって言ってくれてるそっかよかった加納さんだるまレンジャーコてありがとうおきおきけさん千人さんありがとう加納さんレインボースター ありがとうございますぬくもりさんセミとカウントありがとうございます今日のライブで一番気持ちが舞い上がった時はいつお土,産話聞お土産話聞くの楽しいって本当一番気持ちが舞い上がった時そうだななんか常にこう今日はなんか紅葉してたというかすごく舞い上がってはいたんですが なんでですがどううしょうかねやっぱりうん最後の「セレナーデ」の時もすごく今日はあのなんだろうみんなの方を見てまっすぐ見て歌うことができたなっていうその。 気持ちも感じながらあ,あ舞い上がってたというんですかね高ぶっておりましたね感情がセレナーで歌ったんですけどね最後に藤門さんフルありがとうございます藤門さん虹色さん花束10個分ありがとう嬉しい竹山明一さんこんばんは三等賞さんフルありがとう三等賞さん 嬉しい。チョコレートさんお疲れありがとう。新一フルありがとう新一。あこれから仕事おーファイトお疲れ様です。頑張ってね。そうよスコート寝れるわいもう本当に竹み竹みっちさん。今日は今日はお花が代わりにいてくれております。 さんさ尊いありがとうございますああ竹山一さん近くでありがとうございました見てくださってほんとありがとう、えー、ローマ字のおさむさんありがとうございますカリタンカウントありがとう、えー、ピルクルお疲れこもありがとうほら嬉れしい秋右さん二週とカウント ありがとうございますあれ私のカード絵文字1個あ、あのー、たくさん絵文字をその1枚に書いてるっていうんじゃなくていろんな種類をいっぱい書いてるってことかな絵文字。なんかなるべく全部にこう1個ずつポンポンポンとこうハンコのように書いていたんですけど割といろんなやつを書いておりました。 <laughs> ロッピーさんありがとうございます。よっちさんえー、w ルームさんかな？ありがとう。若いさんカウントありがとうございます。生で初めての曲を聴けて感動しました。あありがとう。聴いてくれてそうなの？今日が初めてでしたね。虹色さん、フルありがとうございます。 新曲早く聴きたいでも最初はライブで聴きたい、はああ幸せな悩み <laughs> ありがとう <laughs> あねみんなにあのライブじゃなくて普通にサブスクとかでね聴いてもらいたいなあの新しくできてきよる曲たち「ひでえさんこんばんはありがとうひでえさん」「虹色さんハートありがとうございます」「バンクバーさんほぼ古だ」 ありがとうほぼふる嬉しい2.9 0カンちゃんもフルありがとうございますカンちゃん5周年ライブお疲れ様アコースティックバージョンも最高でしたありがとうアコースティックで今日はかいちゃんすごいよねほんとにエイジさんフルありがとうございますエイジさんジャンさんかおりさんのルームよりカウントありがとうございます ピカルンさん、ありがとう。カリタイ一ュありがとうございます。おさむさん、花束。ノブさん、お疲れ。ありがとう。そう、はるぽをいてくれたのよ、今日。本当に嬉しい。ポブマスターさん、フル。やったー。ありがとう、ポブマスターさん。フーリンさんもいらっしゃい。おさむさん、お疲れ。ありがとう。コルポンさん。 ありがとういい歌でしたって言ってくれてるあシュムコップさんアンパンマンでしたよかったアンパンマン書いてきましたえのりたまセミありがとう駅からバイク乗って帰るのでだってお疲れさまりたまありがとうまたね あらもう駅着いたのかお疲れ様やでアメマさんプチあり,んありがとうユキさんフルありがとうユキさん5周年のライブ最前列で見ましたあありがとうユキさん新曲もありがとうございます嬉しいねハルポンひなほちゃんの新曲を聴いて歌詞に感涙したって言ってたよマメも感泳しましたえお話ししたのマメシフワさん そうあの私とあのあのとねはるぽんとも会ってそれ言ってくれてね嬉しかっためっちゃ私あの歌ってる時ねあの割とハルポンの方向いてたんですよね <laughs> 気づいてた方い,いるかわからないんだけど結構ねはるぽんの方顔見しながらあの曲歌ってたりとかして気づいてたかなはるぽん。 ちんさんありがとう今日もフーリンさんありがとうございます楽しかったですありがとう今後も応援するねフーリンさんお疲れありがとうございますサカピーさんフルありがとう新曲気になるって言ってくれてるあもちろんですこれからもあの歌っていけたらいいなって思ってます嬉しい フー,リーさん尊いありがとうかのうさんセミと五十とだるまレンジャー、ね、あ奥様もセミありがとうございます今日もありがとう早く生身のひ生身の <laughs> ひなおちゃんを拝みたいあぜひ会いたいですかのうさん奥様もおさっぴーさん花束ありがとうございます おさんハートありがとうわチワキングさんらしいですな日本はこれから逆転って1対0なんですよね今ようちゃんカウントありがとうございますいや明日はね割とゆっくりできそうです朝早いとかではなさそうよかったちょっとゆっくり寝たいと思います今日は おしつりさん、レインボースター、めっちゃくれとる。ありがとうジョコムありがとうございます。おさるさん、ありがとうね、おさるさん。あ、コうジさん、そうですね。オンリーボックスも近いうちにやりたいので、ぜひ。ありがとう。ケンボさん、レインボースター、ありがとうございます。 今日夜中に決まった新曲の曲名が「未来へ一歩」そう「未来へ一歩」っていう、あのー、曲名にしたんですけど他に考えてたやつはね最初はね、あのー「また会おうね」っていうので仮でつけてた曲名があって、あのー、歌詞に「また会おうね」っていう歌詞が出てくるんですけど。 まそのままのこの歌詞で曲名また青おねにしてたんだけどうん,なんだろうそこだ,そこだけじゃなくてもっと全体的な歌詞をひっくるめた曲名にしたいと思ってこの「未来へ一歩」っていうなんかね「歩いてく」とか「一歩ずつ」とかねなんか「法」が出てくる時がめっちゃ多いんですよ歌詞に。 から一歩っていうのつけたいなと思ってて未来へ一歩になりました昨日の夜中三時ぐらいで決めました猫、ね、さん尊いありがとうございます さ,さんカウントありがとうございます。明日はいけなかった分 DVD 見てたえー、そうなのありがとうあの最後のやつかな。おありがとうくれる <laughs> あコロポありがとうございます。本当に温かいライブでした。ありがとうね。ありがとうおやすみね今日も遅くまでありがとうございます。デスマスコさんももさんありがとうございます。 そうだよイちゃんが愛媛まで来てくれたんよ今回なんかイちゃんはね何度かお仕事でやっぱり愛媛には来られとるみたいやってすごいね詳しいというかなんかいろいろ知っててさすがと思って社長がギター <laughs> 社長はベースやろ弾くなら「猫、えーね、さんフルありがとう猫、ね、さん今日も」。 えー、ハムちゃんフルありがとうございますライありがとうハムちゃん猫、ね、さん猫、ね、に小判ありがとう嬉しいあんちゃんまー、あ、ちゃんありがとう今日もマサ <laughs> さ,さんそうなのかなありがとうございます今日の感想ひなほが好きだあ,ありがとう猫、ね、さんありがとうございます あんちゃんさんありがとうね。新曲にウクレレ披露ああマジで行きたかったって言ってくれてるよ桜ちゃん。またやるさ。おさむさんレインボースター。やっくんだるまレンジャー。コィありがとうございます。あずまさんいらっしゃい。くわのすけさんありがとう。 わ猫、ね、さんライブの前に動画 Vlog と TikTok の聖地巡礼あれ載してくれてたありがとうめっちゃ言ってくれとるねあの船屋行きました内宏さんいらっしゃいローマ字のきなこいさんありがとうございます次は行くからねって待ってるアントワンヌさんフルありがとうございます 雨降らせてすまん、ね、えアントワーヌさんは雨男ツーショットで数秒見つめ合ったので今日は寝れません見つめ合いましたね本当にありがとうでも寝てくださいライちゃんさん九9 9周年の9ありがとう9周年クマピカロンさんセミ今日もありがとう ピカルンお弁当箱もピカルンさんありがとうございます今日もはブレイブさん見ておりますかドイツ戦スタッフのあの今日のスタッフの皆さんもすごい気になってたでこれから見るんじゃーって言ってましたあのワールドカップ何時からやってたんだろうワールドカップって「鳥ちゃんさんいらっしゃい若井さんお疲れ」 ありがとう若井さんまたねーありがとね雷ちゃんさんお疲れちゃんあムラチンフルーありがとうございますありがとうゆっくり見てねごゆっくりブルーさんいらっしゃいぬくもりさんフルーありがとうございますなかなかライブには行けないけど6年目も何卒よろしくお願いしますいえいえ毎日 あの配信すごい来てくださってありがとうございますこれからもよろしくね鳥ちゃんさんありがとうございますいいライブでしたって言ってくれたありがとう緑虫さんいらっしゃいコンドルさんフルありがとうコンドルさん特に自分のお気に入りのポーズを再現してもらってああのあのやりましたね後ろ向いてピースのやつ ありがとう86さありがとうございます楽しんでいただけたかにみきおさんありがとうございますくまのくきありがとうのいちさんいらっしゃいようちゃんフルありがとうございますとりせつ これからもどうぞよろしくね。こんな私だけと笑って許してね。ずっと大切にしてね。永久保証の私だから。ありがとう。 穂さんリーヌさんも参戦されてたようですよ。そうなんですよ。いやあのお話させていただきました。来てくれててあのあのねつい最近2日か3日ぐらい前にねあの私あのイートさんでお仕事させてもらってその時もねリーヌさんお会いしたんですよだから2 3日ぐらい前にもあお会いしてて。 その時にあの「5周年ライブ行くね」って言ってくださってて「ありがとうございます」ってそんかその時言ってくれてて今日またお会いできましたそうなんですよ。ほんでねあの今日ねあのこの間のマテラの森でもご一緒させてもらったヤミちゃんヤミちゃんも今日聞きに来てくれてたんですよ。 はるばるお江戸からありがたいですねほんとにお江戸よお江戸ミミックさんこんばんはありがとうみやびさん花束ありがとうございますローマ字のマサさんレインボー,ースターありがとうあっ当気づいてました そそうその新曲の時だけはちょっとはるぽんの方向きたいと思ってちょっと向いてたんだけど気づいてたらほんとバックハウスさんありがとういらっしゃいようちゃん結婚してありがとう。 あーぬくもりさんぬくもりないかもしれないぬくもりないかも奈良市のじゅ淳さんいらっしゃいありがとうそうタイトルが降りてきたと言いますかんこれだってなりました「ハラメタのフル」ありがとうございます オレンジのバラの品種名はカルピティウムでラテン語で「今この瞬間を生きる」えっえっこちらですかあらありがとう今この瞬間を生きるめっちゃ素敵な花言葉じゃんそうなのありがとうサカピーさん頑張るぜ虹色さんもありがとう ローマ字のマサさん、ハートありがとうございます。おしつい、あ、間違った、お猿さん、プチ、ありがとうございます。サインをいただいたとき、ようやく、板尾さんのお目と合わせることができましたって、あ、ありがとうございます。サイン来てくださって。嬉しいですわ。たくさん用意してくださって。グッズも買ってくださって。 おちりさんセミありがとうございますハーフアップのひな穂が好きで炊き直しの僕としては今日のひな穂は最後 <laughs> ありがとうあれおちゅいさん炊き直しだっけそうかありがとうありがとう今朝書いた手紙に一歩ずつって書いたから余計かなえ嘘手紙書いてくれたん猫さん 今日あのプレゼントも頂い,いててまだ開封できておらのですけどもあの持って帰らしてもらってますありがとう猫さんハートありがとうのぶさんもバラありがとう130ブルースさんいらっしゃいおかむさんフルありがとうおかむさんツイッターのデストロイの時の画像めっちゃかっこよあありがとうピーンってなってた <laughs> みんなの手がさ映ってたらめっちゃいいですよねあの写真よしぽんさんいらっしゃいありなさんとお話ししましたよ8 6んそうなんです裏でしばさん尊いあありがとうお疲れめっちゃくれてるこたろうさんフルありがとうございます いつもきなこタイム出演という <laughs> 勤労をしてくれるきいちゃんへの感謝の言葉をひーにゃばーでいやほんとにねきなピーナッツが好きねきーにゃいつもいつも配信出演お疲れ様 キーニゃ,ゃが好き <laughs> あれ10時からだったんだじゃああのあれだねさっき割とさっき始まったんだね待ってサッカーの試合ってええー、とハーフタイムとえ何分と何分だったっけ結構真、ま、っただ中まだ。 明日の聖地巡礼どこに行きたいか指示してくだせいだってえ明日の場所ですかうーんうーんきキスケとかはあそうかあ温泉とかはどうですか朝とかなんか最近行ったとこないかな愛媛であ あの絹山のびっくりドンキー食べに行きましたよ最近あの絹山駅にあるびっくりドンキーっていうあ知ってるかなびっくりドンキーあのハンバーグ屋さんというかめっちゃ大きいんですよメニュー表もめっちゃ大きくてねそうそうそうぜひびっくりドンキー行ってみてあそれ私写真撮ったなそういえば食べに行ったの ノブさん、ようちゃん音符ありがとうわきたカップ <laughs> ロッピーさん W がもうわきたになっとるやんそれ聞いてもらいたいなおさむさんハートグッチフルありがとうグッチ今日もありがとうおアンチュアンさんありがとうございますおさむさん猫ありがとう猫 いやまだね新曲ねダウンロードの予定はないですけどやりたいっていうかまずあれだねあの音を一回撮ってもらって出せるようにしたいなほ、うんまに。 んファントムさんめちゃめちゃ言ってくれたるありがとうファントムさんまるで紅葉のようにファントムさんお疲れありがとうございますおローマ字のマサさん尊いありがとうカタカナのカズさんいらっしゃいあ今後半17分えー、と言いますと45分だったっけ全部で 今さ、あのブルーロックっていうアニメ見ててサッカーのアニメなんやけどちょっとだけねだからルールが理解できてねブルーロック見よるからめっちゃねワールドカップに興味があるんですよ今までねあんまり私はワールドカップ見たことなくてめっちゃね見たいせっかく日本やったんにね今日ちょっとまたどっかで見れるかな大将さんあ 天使のお熊ありがとうございます今日はこの天使の花束で <laughs> ありがとうございますパタパタパタまみしぼさんセミありがとうございますオレンジ花束のオレンジのバラの花言葉は絆 たとうにも断ち切れない人の結びつきという意味を込めましたは <laughs> ちゃんとその花の名前まで調べてこれにしてくれてるんですねオレンジのバラありがとうございますあ素敵やねそのオレンジのバラの意味 <laughs> あれ有名だったびっくりドンキいやもう私はさ あの愛媛大体の食べ物屋さんはもうあの都会にはないんだとねあのおも思うことにしてて <laughs> なんかね <laughs> あの食べ物屋さんあのこう言ってもさ「え何それ?」ってなんか都会東京にはないお店があの結構あったりするんよね愛媛に。びっくりドンキーはあれなんや全国的 あれみんなびっくりドンキー知ってるごめん。びっくりドンキーもなんか四国やら愛媛限定かと思ってた。あそうなんだ。あイカの箱舟おいしいよね。それ食べたことあるわ。びっくりドンキー大好き私。あのびっくりドンキーのサラダが大好きでプレート頼んだ時の大根サラダみたいな。大好きなんやね。 あそうだねカリッチュとかもいいですけどあのイヨッシーのエベレストフードは行きにくいんじゃないかな電車とか愛と双子のギターさんレインボースターありがとうございますあめっちゃくれてたレインボースターありがとうございますおいしいそうこの部屋にはねテレビがなくてそうなのよお家帰ったらあります ゆうすけさんありがとうございますおーのぶさん応援したいぜサッカーおさっぴーさんフルありがとうございますおーまた会いましょうねライブで <laughs> 後ろの花はドライフラワーにしますかえこれですかあでも枯れちゃうもんね残した差はあるかも ドワーフさん今日もありがとう今夜のお供「ともいえもん」の日本エール北海道あっ飲んだことあるぞそれ美味しいよねあっそうよねスケロクもそれも最初知らなくて東京にねスケロクないのかなって調べちゃったしねなんか中華料理屋さん ないかなって探してる時に、あ、スケロク東京にないのかなと思ったら、なかった。は五一行ったんだ、ミーシャンさん。五一美味しいよね。五一もね、最近できたんですよね、松山に。の松近っていう、その商店街の下にできたんですけど。 枝豆さんありがとうございますあ、ショウさんもびっくりドンキー知ってたあれ、トンタロウ行ったことないですか清水さん本当美味しいですよすごいトンタロウは味噌ラーメン美味しいです大将さんカウントありがとうございますこの後スペイン代表の友人が あ、二十五時から試合ですだって、ファイトです。そうや、大将さんのスペインの代表の方が、お知り合いなんですよね。すごいわ。わ、ちびからなくなったよね、おひつりさん。めっちゃ好きやったのに、え、あれ愛媛だけかな。え、びっくりドンキーと北海道発祥なんですか。すごい。 ドワフさん近所にもあるわっグッチー私それめっちゃ食べたいと思いながらいつも違うの頼んでしまうあのハンバーグの上にパインのせてるやつですよねパインハンバーグみたいなは減水は確かに原水も愛媛限定かお小コタロウさん松山行った時にスケロク食べに来てくれた 別に聖地は食べるとこじゃなくていいんだよごめんそう本当にパッと思い浮かばなくてねあのご飯屋さん以外の聖地がどこにあるどこだっけなうんカフェとかも食べ物だもんねあ最近ねあのあの,ねあのマネージャーさんとハルポンと3人でご飯行ったんですよ で,それであのハルポンが後から合流するっていうので2人でちょっと時間を潰してたんですねそのマネージャーさんと2人で,でその時にね道後公園をね散策したよ猫さん道後公園行ったことある紅葉めっちゃ綺麗だから是非ともあと私が行ったのはその道後公園の中にあるあのめっちゃ広いこう まあ野球でも草野球でも何でもできるようなめっちゃ広いスペースがあってそこのベンチに座ってね本当に一時間半くらいずっとポケーとこう喋っててマネージャーさんとの前でちびっ子たちがサッカーしよるのを一時間ぐらい見てましたミオナさんバラありがとうございますねじ巻きカフェあ、ねじ巻きカフェもいいよねちょっとでも電車… が行きにくいかいね。お下灘駅と,と串駅、そうやね。天気良かったら、ぜひその下灘とか行ったらいいんじゃないかな。絹山で映画見たら、びっくりドンキーか王将。あ、わかる。私もそうだわ。絹山で映画見たら。びっくりドンキーか王将で食べてからの。 アマンダででコーヒーヒ飲んで帰るみたいな亮太郎さんいらっしゃいありがとうよしそれではお供タイムやったからあごめん32分だランキング読みしていきますねありがとう道後公園は元道後動物園えあ、ええそうなんですかえあの道後公園動物園だったの昔先生知らんかったわ そうなんだ、確かにめっちゃ広いもんね、あの公園では、今日もありがとうございますいランキング読み13位、猫、ね、さん猫、ね、さん、ありがとうね男女、ありがとうございます嬉しい12おさぴーさんありがとう、さっぴーさん嬉しい今日もたくさんありがとうございます 11位愛と双子のギターさんありがとう愛と双子さん嬉しいわとてもありがとうございます壇上だわ10位おさむさんありがとうおさむさん壇上いつもありがとうございます嬉しい9位若いさんありがとう若いさん9位ですたくさんいただきありがとうございますありがとう8位ノブさんありがとうございますノブさん8位 わい、たくさんいただいてありがとうございます。嬉しい。ラッキーセブン虹色さんの7位ありがとう。誕生だよ。明日はいい日になるぞい。ありがとう。6位、おひつりさん。ありがとう、おひつりさーん。6位です。いつもたくさんありがとうございます。今日もありがとう。そして5位、ローマ字のマサさん。ありがとう、マサさん。 わ男女ありがとうございます嬉しい今日もありがとう4位あっ大将さんありがとう大将さんたくさんいただきありがとうございますお仕事ファイト3位ルルルルアンピルコルピルコロありがとう位たくさんいただいてありがとうございます4そして2位ピルコロさんありがとうヒデユキさん,キさんバイ 今日はありがとうね、たくさん。そして、今日の第一位。フジモンさん、嬉しい、ありがとう、一位です。めっちゃたくさんいただいた。ありがとう。一ありがとうございます。今日は本当にありがとう。こちらこそ。ありがとう。 1837名様たくさん来てくださってありがとうございます毎日配信やってるのでよかったらルームフォローしてまた会いに来てくれたら嬉しいです今日もありがとうちょういうことで今日もですねあの1曲歌って終わりたいと思いますえなんかついてきた腰がついてきちゃった 何でもリクエストおお待ちしておりますリクエストタイムよーいスタートいっぱい36分だから早めに決めようかななんかこうめっちゃ余韻に浸っちゃってゆっくり話しちゃったえサッカー同点おめでとうえすごくない日本 めっちゃ見たいいいんだけどいいなみんな日本追いついたって絶対沸くやんそんなんもうみんなそんそ応援サポーターの人たちとか叫び倒しとるやろ絶対えすごっえ結構後半戦だからさもうちょいだよねえめっちゃすごいじゃんつぼみ <laughs> セレナーデライブの余韻でせいさんありがとうセレ,ナーデセレナーデね今日はかけながら無理なんだよな初恋サイダーいやーサッカー見たいとこよほんとにみかんハート全然見てないのにめっちゃテンション上がるんやけど。 ございますございます忘れなはお店やばいよね絶対大将さんとこお客さん泣いてるで気絶してるよねきっとって本当にゆいおたけび上がってるねこれはカーマインさんいらっしゃいファ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 歌えたよファファ今日歌いました からじま君の知らない物語未来へ一歩あ未来へ一歩歌いたいなハローアゲインあぬくもりさんサッカー女子かっこいいなでしこマイタースト糸 稲葉ちゃんしか見てませんありがとう山っぴ嬉しい「にるばな」「負けないで人として人として」あ今回のそのラジオのあれなんよ今週16日にやったラジオのリクエスト曲「人として」にしましたちょうど昨日か一昨日か自分のラジオ聞いてたけどめっちゃ めっちゃ人としてよかった <laughs> スーパービーバーさんの片思いファンファン泣きましたありがとう秀行さん歌えたよカタカナのやっくんありがとう踊り子私の声はホッチキスいいね初恋サイダー じゃあ決めますね雪の花